ルファさん。うん、眠い。アルファさん、アルファさん。誰？私を呼んでいるのは。アルファさん、早く答案取りに来てください。答案。もう居眠りなんて珍しいですね。徹夜で勉強でもしてたんですか？ここはって教室ですよ。もう成績優秀者がこんなにぼんやりしてたら格好がつきませんよ。はい、答案用紙今回も満点。さすがですね。ありがとうございます。じゃあ次の人は。頭がぼんやりする。まるで何かを忘れているみたい。アルファちゃん大丈夫？具合悪いなら保健室連れて行こうか。うん、大丈夫。心配してくれてありがとう。寝起きでぼんやりしていただけよ。よかった、安心した。いつものクールなアルファちゃんだね。いつもの私、いつも通りの自分であるはずなのに、なぜだか違和感を感じる。落ち着いて自分の情報を整理しなきゃ。私の名前はアルファ。この学園の1年生で、多分成績優秀、容姿端麗、親譲りの金髪、長い耳。あとは最後はゼータさん。あれ、いませんね。もしかしてまた欠席でしょうか。ゼータさん、また遅刻ですよ。ああ、すみません、目覚まし時計が壊れちゃってて。もう今月の遅刻10回目ですよ。ほら、答案取りに来てください。はーい。まったく、成績はいいのにもったいないですよ。少しはアルファさんを見習ってください。はいはい、気をつけます。彼女は不良？成績優秀みたいだけど、あまり真面目な子ではなさそう。真逆な私と関わりはなさ。ちょっとぐらい見逃してくれてもいいのに。アルファもそう思わない？え？テストで赤点取ってるわけじゃないんだからさ、授業に遅れても問題なくない？それは極端じゃないかしら。そうかな。もうアルファは真面目だね。どうやら私と彼女は仲がいいみたいね。アルファ、今日も一緒に帰ろうよ。ええ、もちろんよ。やった。不真面目だけど悪い子じゃなさそうね。それに話していて懐かしさに似た何かを感じるような。やっぱりとても仲が良かったのかしら。そういえば昨日アルファと別れた後さ、違う学校の奴らに因縁をつけられちゃったんだよね。え、大丈夫？怪我はないの？ああ、安心して。いつも通りボコボコにして、どっちが上か分からせてやったから。そう。ゼータは強いのね。
喧嘩は自信あるんだ。思ってたより過激な子みたいね。でも私にはとても明るい笑顔を見せてくれている。突然記憶が定かじゃないなんて言い出しにくいし、この様子だと冗談に受け取られそう。アルファ、ちょっと待って。どうしたの？急に止まって。今、あっちの方から何か聞こえなかった？気になる。ちょっと寄り道していこう。ちょっと。多分この中から音がしてる。うん、君が悪いわね。なんかすごい揺れてる。何か入ってるのかな。開けてみる。ゼータ、なんか楽しそうじゃない？私は近寄らない方がいいと思うわ。まあヤバかったら逃げれば大丈夫だから。ちょっと話を聞いて。うお、思ったより重い。よいしょっと。アルファ？いたった。急に何かが目の前に。何かが体に乗っているような犬。いやー、助かったよ。運悪く出れなくなっちゃってね。どういたしまして。犬が喋った？いや、僕は犬じゃないんだけど。アルファ、大丈夫？この状況、大丈夫に見える？私には変な人に見えるけど、さっきから誰と喋ってるの？ああ、僕の姿はそっちの子には見えてないよ。え？そんなに影が薄いようには見えないけれど。影が薄いから見えていないわけじゃない。僕の姿は触れた相手にしか見えなくて、声だって聞こえないようになっているのさ。だから僕が彼女に触れれば簡単に解決するよ。それ！うわ、何か変な感触が！犬！なんだこいつは！ちょ、首の後ろ持たないでくれる！痛いから！本当に犬が喋ってる。ずいぶん犬扱いしてくれてるけど、そうじゃない。僕は精霊なんだ。は？精霊？そうだよ、僕は精霊で名前はヌル。実は二人のいる次元とは別の次元に生きる存在でね。だから普通は姿も見えないし、声が聞こえることもないんだ。でも別次元の存在に直接触れた場合は話が別。僕が触れた相手とは意思が干渉して、普段は交わらない次元のチャンネルがつながって。みたいな難しい説明はいくらでもできるんだけど、まあ顔色から察するにそういうのあんまり興味ないよね、二人とも。ええ。まったく最近の若い子は。じゃあ僕に触れたら見えないものが見えるってことだけ覚えておいて。だって突然精霊とか言われても受け入れられるわけないよ。漫画の世界の話でもあるまいし。でもまあ、ちゃんと説明してくれるなら話は別かな。犬じゃなくて精霊の言うことだし、聞いてやらんこともない。ゼータは犬が大嫌いなのね。
で、どうしてゴミ箱に閉じ込められてたの？餌でも探してたとか？ゴミ漁りなんてしないよ、失礼な。僕はブラックヒストリーを探していたんだ。ノート？突然出てきたように見えたけど、どこから出したの？それは精霊機密事項だ。そんなことより、このノートを見て何か感じない？なんか変な見た目。不気味なモヤをまとっているように見えるわ。その通り、普通のノートではない。これは思春期の産物、僕の考えた最強の主人公ノートだ。説明しよう。これは思春期真っ只中のとある子が自分の願望と理想の設定を余すことなく書き記した世界に一つだけの宝物だったんだ。なるほど、わからん。つまりアイデアのネタ帳みたいなものかしら？うむ、まあそういう感じのものだ。大切なものだったのだが、書き手が成長していくうちに周りの目や羞恥心に敏感になって手放してしまったんだろう。なんか含みのある同意だったけれど、まあいいわ。ノートについてはなんとなく理解した。でもノートをまとっている不気味なモヤとは何の関係が？不気味なモヤの正体は持ち主の思念だ。ふーん。ゼータ、もう興味を失っていないかしら？まあ真面目に質問してる私も変だと思うんだけど、もう少し詳しく教えてもらえる？このノートの持ち主は誰にも中を見られたくないという強い思いを持って捨てたんだ。その思念がノートに宿り、周囲に悪影響を及ぼすものと化してしまったわけさ。ふーん、悪影響って？あ、それは聞いてくれるのね。このノートの影響でゴミ箱の蓋が重くなっていたはずだ。誰にも中を見られたくないって思念でね。そういえばゴミ箱の蓋が重くてなかなか開かなかった気がする。物理的な影響は小さいんだけど、思念と同じ次元に存在する僕は強い影響を受けて出られなくなってしまったんだ。いつもなら物理的な壁ぐらいすり抜けられるんだけどね。要は放っておくと取り返しがつかなくなるものがあって、僕はこの現象をブラックヒストリーと呼んでいる。そして僕の使命はブラックヒストリーを取り除き、この世界への悪影響を防ぐことってわけだ。へえ、ちょっとかっこいい。あと思念が一箇所に集中したとき、悪霊という集合体になって具現化することがある。あ、まあでも滅多に会わないから説明は割愛しよう。それでそれは回収するだけでいいの？いや、根本的な原因を取り除く必要がある。ノートは存在すること自体が問題だから、このノートを消し去ってしまえばいい。刮目せよ。あーい、あーむ、アトミックファイヤー。よくわからない作り話よりも今の発火が一番驚いたわ。あれ、なんか落ちたよ。これは骨。ブラックヒストリーが消滅すると出現する。まあ仕事した証拠みたいなもんだね。僕はそれも回収している。骨を拾う、仕事人っぽいいい響きだ。やっぱり犬なんじゃないの？違う、精霊だって。失礼な。じゃあ私たちはそろそろ。あ、待って、君たちに頼みがある。僕の仕事を手伝ってほしいんだ。え？今回の件で思ったんだ。この世界で活動するには二人のような人の手が必要になる場合もある。こんな話を誰もが信じるとは思えないから、手当たり次第には頼めない。ここで会ったのも何かの縁。このまま手伝ってもらえないだろうか。お願い。私たちも完全に信じてるとは言ってないじゃない。ゼータもそう思うでしょ？私はいいよ。マジで？ゼータ？まあ困ってるんでしょ？
できる限りの協力はするよ。あと授業に出るよりも面白そうだし。出席は優先しなさいよ。君も頼むよ。うるうる。ああ断ろうと思っていたのに、この精霊からの頼みが妙に断りづらく感じる。もしかして私犬好きなの？アルファも一緒にやろうよ。これも社会勉強ってね。分かったわ。私も協力してあげる。やった、アルファノリいいじゃん。うんうん、ありがとう。頼りにしてるよ。この子たちちょろいな。これからどうなることやら。で、どうやってブラックヒストリーを見つけるの？まさかゴミ箱を一つ一つ漁っていくんじゃないわよね？探すのは物とは限らないよ。本来の発生源である人の悩みを解決していくことが一番重要なのさ。つまり予防ってことだね。君たちスマホ持ってるよね？カゲッターってアプリを検索してインストールしてほしいんだ。スマホ？アプリ？カゲッターね。お、あった。へえ、最近出たみたいだけど評判いいね。レビューも星5だ。これならインストールして大丈夫そう。ふふん、これは僕と知り合いが共同開発したアプリでね、追加機能もどんどんアップデートしていくつもりだ。なんか急にうさんくさくなってきたな。あの機械もしかして私も持ってるのかな？これがスマホ？アプリをインストール。あれ、アルファ、見つかんない？ええ、ちょっと貸して。こうして、できた、はい。ありがとう。手慣れてるのね。ま、女子高生だからね。理由になってるのかしら。この機械には慣れておかないと変に思われそうね。後でちゃんと調べておこう。二人ともインストールできたみたいだね。これって要は SNS？ そう、 SNS だ。もし普段使っているものがあるならそれに似たものだと思ってくれていい。カゲッターの特徴は完全匿名性なんだ。正体が明かされないというのはすごいものでね。普段話せないこともスラスラと書き込まれていく可能性が高い。人は誰しも隠したいことがたくさんあるけど、実はどこかで自分の存在を匂わせたくなる。そういう暗躍感がかっこいいのさ。要はこのアプリで本音を引き出し、キーワードで投稿を絞り込む。そして発信者の情報を管理者が抜き取ることでブラックヒストリーの発生源に目星をつけるってわけだ。うわ、プライバシーもへったくれもないじゃん、最低だ。断じて悪用はしていない。ちゃんと規約にも書いてるから。ほら、まあ乗りかかった船よ。とりあえずヌルを信用して進むしかないわ。あ、この投稿とかどう？5分前だけど。私は孤独に耐えるもの。今日も右目がうずくの。何これ、怪文？見る人が見ればワクワクする一言だ。ブラックヒストリー関連の書き込みの可能性が高いね。発信場所は君たちの学園からみたいだ。わかりやすくていいね。早速行ってみよう。まあとりあえず行くとしましょうか。書き込んだのは彼女？窓際で空を見上げてるけど
あの子は確か数週間前に急に眼帯をしだして、ちょっとだけ噂になっていた子だよ。でもだいぶ前からつけてるから、もう治っててもおかしくないんじゃないかな。相当重症なのかもしれないけど、ちょっと変だね。あの眼帯、あの遠くを見ているような表情、間違いない、あれは邪気眼だ。邪気眼？そう、ある日突然自分が特別な人間であることに気づいてしまう現象だ。きっとあの眼帯の方の目にはカラーコンタクトがある。特別な人間って、今の私たちみたいに変なものが見えるとか？そう言われると胸が痛いわね。投稿内容を見るに、彼女は今己の孤独の宿命と対峙していて、その理解者を探しているんだと思う。彼女と心を通わせ、症状を抑えてあげる必要があるね。だから今回は人である君たちに任せたいと思う。じゃあ次はアルファの番だね。は？裏路地のゴミ箱は私が活躍したじゃん。活躍ってほどのことしてないでしょ。アルファじゃどうしてもできないって言うなら私が行くよ。な、できないなんて一言も言ってないわ。任せてちょうだい。お、さすがアルファ。それで何をすればいいのかしら。彼女の望む言葉をかけてあげればいい。え、終わり？まさかアドバイスは今ので全部？もう少し具体的にもらえないかしら。仕方ないな。どうやら彼女は孤独感を感じているみたいだ。彼女の行動や言動を理解して心を通わせればいいと思う。仲間意識を高めて心が救われれば、彼女の悩みも軽くなるはずだ。アルファ、頑張って。要は彼女と仲良くなれってことね。わかった、やってみるわ。その怪我、大丈夫？誰？で、アルファじゃん？いや、取り乱すのは違うな、私。少しは気ありでね。私の目には全てを見通せる力があるの。私には過去と未来、全ての情報が。これは重症みたいね。重症？頭も怪我をしているのかしら。検査を受けた方が。うるさい！余計な心配は必要ないから。何がいけなかったのか全然わからなかったわ。今のは全然ダメだ。何も分かってない。地雷原の地雷を全部踏みに行ったようなものだったよ。そして想像以上に悪化してしまったみたいだ。次の失敗はかなり危険かもしれない。アルファ、今回は僕が模範解答を教えよう。次は僕の言う通りにやってみてくれ。ええ。またですか。死にたくなければ早く私から離れてください。ちっ、また右目がうずく。ふう、見破れないとは思わなかったわ。何？あなたも覚醒者なんでしょ。めちゃくちゃ棒読みだ。それに片言、演技が下手すぎる。もしかしてあなたもそうだったのですか。ごめんなさい。さ
さっきは試して悪かったわね。いえ、これは私が見破れなかったのが悪かったわ。さっきは失礼なことを言ってごめんなさい。私はついに同志に巡り会えたのね。契約の証として私のマナーを教えましょう。私の、いや我が名はルシファーだ。ルシファー。これはあなたにしか明かしていないなよ。それでよければあなたのマナも教えてくれないか。こんな展開ヌルから聞いてない。アドリブでやるしか。私の名前はアルファーよ。これは運命かもしれないわ。前世で生き別れの姉と同じだよ。そう偶然ね。おっと、もうすぐ塾の時間だ。我は行かなければ。もっと話したいところだが、表の姿を演じないといけないのでね。今度ゆっくり話そう。同志アルファ、我がソウルメイトよ。うまくいった。そうそう、そんな感じ。やればできるじゃないか。やったねアルファ。ゼータ、わざと言ってるわよね。これじゃあ私が黒歴史を抱えてるじゃない。考えれば考えるほど不思議な状況ね。記憶については全部忘れているわけではなくて、過去がごっそり抜け落ちてるみたいな感覚。まるで最初からそうであったみたいに。自宅の場所や帰り方なんかはちゃんと分かったし、常識的なものはちゃんと理解できている。授業にだって特に困ったことはない。スマホはこの間ちょっと手間取ったけれど、触っているうちに自然と使えるようになった。ま、これは適応力の問題かもしれないけど、現時点で答えは出せない。もしかして何か外的要因によるもの。さすがにちょっと考えすぎ。ごめんなさい、ちょっと考え事をしていて。ごめん、僕の方こそ君の気配に気づけなかった。大丈夫？怪我はない？アルファさん。ええ、なんともないわ。それならよかった。じゃあ、僕はこれで。あの人、どこかで会ったかしら。それに私の名前を。おはよう、アルファ。廊下で突ったってどうしたの？早く教室入ろ。ゼータ、おはよう。そうね、入りましょう。遅れてきたあなたには言われたくないけど。もうすぐ予言目になる時間だけど、また遅刻？いや、最近疲れで起きられなくてね。体力なんて有り余ってそうじゃない。サボり癖の言い訳なのは分かってるわよ。さすがアルファ、鋭いね。それより昨日のニューストップ見た？人気アイドルイプシロン、清涼飲料水だけどのイメージガールに抜擢だって。すごいよね。こら、話題を変えてごまかさないの。それはそうと、私もその記事を見たわ。ニュースサイトってたくさんの情報をまとめて拾えるから、最近よく見ていたの。
小難しそうなのが好きなのがアルファらしいね。イプシロンちゃんって実はうちの学園の生徒らしいよ。仕事でよく休んでるらしくて学園では見かけないけど、もし会えたらサインもらおうっと。そんな下心丸出しで近づいたら絶対もらえないわよ。そこは当たって砕けろって感じで。もういい加減なんだから。うわ、アルファが笑った。明日は雪が降るかも。私だって人並みの感性は持ち合わせてるわ。まったく、やっぱりゼータといると自然に話せている気がする。忘れている記憶の中でもこんな風に話していたのかしら。でも今の私が記憶を忘れる前の私と同じように振る舞えているとは限らない。付き合いの長そうなゼータならなおさら気づくと思うし、急に前と話し方が変わったとか変に思われてないかしら。少なくとも私と仲良くしてくれるゼータに迷惑はかけたくない。だからもう少し慎重に言葉を選んで。おーい、アルファ、また悩み事？急にどうしたの？いや、アルファっていつも考え事してるなって思ってさ。もしかしたら悩み事でもあるんじゃないかって。鋭い。私の耳とか髪色とか変に思われてないかなとか。ほら、周りとちょっと違うじゃない？視線が気になる時があるというか。ああ、それ何か変なこと聞いちゃったかしら。それすごいわかる。みんなが普通に使ってる椅子とか洋服って私たちにとってほんと使いづらいよね。この間電車のドアに尻尾挟んでさ、毛の部分だったから大丈夫だったんだけど、もう少しで痛い思いをするところだったよ。駆け込みで乗ろうとすると危なくてしょうがないよ。って聞いてる？アルファ？ええ、思ってた以上に共感してもらえたからちょっとびっくりして。そりゃ私だってずーっと同じ不満を持ってたよ。でも文明ってのは多数派を中心に発展していくものだし、仕方ないよなとも思ってる。だってスポーツ用品だって右利き用が多いし、服のサイズだって中央値が一番在庫多いじゃん。だからそういうもんなんだろうなって。まあ最近意識的なところは変わってきたかな。私たちみたいにちょっと普通と違う人のことも考えて作ろうって考えは前より増えたと思う。バリアフリー、ちょっと違うな。インクルーシブ教育じゃなくて多様性？ああ、もうなんかいい表現が思いつかないや。どう？途中まで頭良さそうに見えなかった？ゼータは頭が悪いんじゃなくて不真面目なだけでしょ。そう簡単には褒めないわよ。チェ、つまんないな。よくよく考えれば今の生活に何の不自由もない。何かを忘れているような感覚も、自分のことを深く考えすぎてしまっただけのような気さえする。だからといって記憶の謎はそのままにできないけど、今はこういう他愛のない会話が心地いいわね。ありがとう、ゼータ。どういたしまして。そういえば精霊はどこに行ったのかしら。あれ、私変なこと言ってないわよね。言ってない言ってない、私も覚えてるから安心して。なるべく学園には顔を出さないつもりって言ってたよ。青春の邪魔はしないとかどうとか。青春って？
あいつフレンドリーな感じだったけど、意外と個人主義なのかもね。都合のいい時は顔を出すんじゃない？そうね。あ、そうだ、アルファ明日暇？せっかく休みだし町に遊びに行かない？町に？そう、たまには二人で遊びに行こうよ。良さそうな店いくつかピックアップしてるんだ。そう、いいわよ。いいの？ええ、いいわよ。わあ、珍しい。いつもみたいに断られると思ってた。じゃあ時間と場所は後で連絡する。遊びに行くだけでこんなに喜ぶなんて、私って付き合いが悪かったのかしら。明日が楽しみだね、アルファ。ええ、楽しみにしてるわ。おはよう、ゼータ。ごめんなさい、待たせてしまったかしら。ううん、そんなに待ってないし大丈夫。それにまだ約束の時間にもなってないしね。ゼータの方が早く着いてるなんて意外ね。むしろ遅刻するんじゃないかと思っていたのに。ひどいな、学園以外じゃ遅刻しないよ。どうして学園だけ遅刻するのよ。退屈だから、あんまり気が乗らないんだよね。それに今日はバッチリいい印象を残して、次また遊んでもらえるようにしないと。面接じゃないんだから、もっと気楽でいてもらえると嬉しいわ。それよりゼータ、休みの日にも制服なの？まあ私もなんだけど。私は何を着ていこうか迷った結果、制服に落ち着いた感じ。そもそも普通の服は尻尾とのバランスが大変でさ。そういうアルファはどうして？私は本当はクローゼットにはいろんな服が入っていたけど、着慣れていない服で外出するのが不安だったのよね。あんまり外出用の洋服を持っていなくて。へえ、そうなんだ。もっとおしゃれだと思ってたよ。まあ制服は今しか着れないんだし、どんどん着ていこう。この格好は学生の特権だからね。ええ、それもそうね。堂々と学生でいられる時間は人生でそう長くはないもの。人生って規模大きすぎ。え、変だった？変じゃなくて表現が面白いなって。アルファっていつも難しい言葉使うからさ。そんなつもりはなかったんだけど。いつもは言い過ぎた、時々ね。よし、ここからの案内は任せて。まずはこっち。お待たせしました、特製フルーツワッフルです。ごゆっくりどうぞ。うわ、このワッフルすごいボリュームだ。ワッフルでクリームとフルーツを挟んでいるのね。ワッフルを先に食べるのか、クリームを先に食べるのか、なかなか絵力のある食べ物だわ。つまりカロリーの暴力が美味しさへ続いてるってこと？何よそれ。さあ早く食べましょう。いやいや、まずは写真撮らないと。よし、綺麗に撮れた。じゃあ私もこんなこともあろうかと、スマホのカメラ機能については予習済みよ。ニュースサイトにあった記事、今さら聞けないスマホの使い方初心者編を隅々まで読んだ私に隙はない。
対象を真ん中に収めて取る。こんなものかしら。お、アルファも取れた？ちょっと見せてよ。アルファの写真めっちゃ下手じゃん。え？ピントが合ってないし、自分の指映っちゃってるよ。もうそれでも女子高生？まさか写真にうまい下手があるなんて。さっきのは練習のつもりだったの。次は綺麗に撮ろうと思ってたんだから。ああ、過去一笑ったかも。でもアルファにも苦手なことがあるみたいで、ちょっと嬉しいな。ゼータにはもう写真見せないから。ごめんごめん、許してよ。このワンピースアルファに似合いそうじゃない？え、冗談よね。タイトすぎて体のライン丸わかりじゃない。よくない？スタイルいいんだし、見せていこうよ。そんなピタピタのスーツみたいなの私には絶対似合わないわ。そんなに言うならゼータが着てみたらいいじゃない。無理無理、尻尾を通す穴ないし。あ、それは確かに。上着なら気にしなくていいかしら。これとかどう？うわ、胸元飽きすぎじゃない？こんな大胆なの絶対無理。あら残念、私がせっかく選んであげたのに。同情を誘ってもダメ絶対。はあ、楽しかった。もうこんな時間なのね。あっという間だったわ。そろそろ帰りましょうか。アプリ通知？どうしたの？って、私のも。あれ、カゲッターの通知だ。悪霊が探知されました。アプリを起動してチェック…だって。悪霊って…大変ぬる！悪霊が出現したぬる！うわ、びっくりした！急に出てきたら心臓に悪いって。ぬる、今までどこにいたの？もちろん仕事をしていたヌル。さっきから何なのその語尾は。お助けキャラの精霊っぽくしてみたんだ。普通に話していたんじゃあんまり精霊っぽくないと思ってね。あ、思ってヌル。忘れてるじゃない。途中からキャラ付けされてもな。あ、うん、わかった。精霊っぽいと思ったんだけど不評で残念だよ。それよりも悪霊ってこの間ヌルが話していた。あ、その通りだ。こんなにすぐ出現すると思ってなかったんだけど、君たちは運が悪いね。さあアプリを起動して。レーダーが悪霊の位置を示しているはずだ。あ、本当だ。矢印と、なんか変なのが表示されてる。矢印は悪霊がいる方向を指し示していて、一緒に表示されているのはその悪霊のおおよその強さを大きさで表したものだよ。悪霊が一定以上の強さにならないと検知できないのが難点でね。今後アップデートの予定だが。それよりも悪霊になってしまったのなら緊急事態だ。これは私たちの手に負えるようなことなの？レーダーで検知したての状態なら僕たちの力で対処できるはずだ。ちなみにどうやって？悪霊の悩みを聞くなんて無理よね。無理だね。悪霊はいろんな思念が混ざり合った集合体で話が通じる相手じゃない。こうなったらもう力ずくで消滅させるしかない。ちょっと長くなるけどちゃんと説明するね。悪霊は僕ら精霊と同じように別の世界に生きる存在だ。普通の人は見ることも触れることもできない。僕と同じように
存在している世界のチャンネルが違うから物理的な影響は全くない。じゃあ何が起きるの？悪霊は人の強い欲望の集合体だから、そばにいる人は潜在的な欲望が増幅してしまうんだ。その結果、理性で抑えている欲望が解放されやすくなってしまう。小さな例で言えば、食欲が我慢できなくなって売り物にまで手をつけてしまったり、ストレスで周りのものを壊し回ったりしてしまうんだ。あ、思ったより大したことないって思ったでしょ。今のは小さな例だからね。漫画の影響を受けて異世界へ転生をしようとしてトラックの前に飛び出すといった交通事故が増えたり、人を平気で鈍器で殴りつけてしまう事件だって起こりうる。それって本当に潜在的な欲求なの？特に思春期の男の子に影響が出ると厄介なんだ。夢見がちだからね。理解してくれたなら現場へ急ごう。僕の力と君たちの協力があればなんとかできるはずだ。今さら聞かなかったことにはできないし、行こっか、アルファ。ええ、そうね。私が力になれるかはわからないけど、事情を知るのは私たちだけみたいだし。本当にここに悪霊がいるの？学園は同年代の人間が集まるからネタに事欠かず、授業というある意味で自分だけの時間が持てるところだ。一番妄想がはかどる場所だと僕は考えている。そういう場所にこそ悪霊は生まれやすい。おそらくここで生まれたか引き寄せられてきたんだろう。みんな授業に集中してないのかしら。理屈はなんとなく分かったけど、学園内のどこにいるの？僕ら精霊側のチャンネルに切り替える必要がある。二人とも僕に捕まって。ちょっと顔はやめて。顔は、顔はダメって親に習わなかったのかな。それでここはどこなの？景色は変わらないように見えるけど。冷たいね。精霊側のチャンネルに切り替えたんだ。同じ見た目の世界なんだけど存在する中身が違っていて、説明が難しいな。オンラインゲームの別サーバー的な。おお、ゼータ君、正解だ。よし、なんとなく理解できた。なんでもう理解できてるのよ。で、なんだあれ。なんて大きさなの。二人には、あれを倒すのに協力してほしいんだ。ちょっと待って、あんなのをどう倒せっていうの。人間相手の喧嘩とは勝手が違うよね。入ったな。今のままでは悪霊には勝てない。君たちは今見たり触ったりできるようになっただけで、戦闘能力が上がっているわけではないからね。だから君たちには覚醒してもらう必要がある。覚醒？僕が君たちに問いかけるから、心に浮かんだ言葉をそのまま口にするんだ。難しく考えなくていい。自分の心に従って言えば大丈夫。いいね。そんなこと言われたって。信じるわよ。私も。よし、じゃあ行くよ。英雄の子よ、我と共に歩む覚悟はあるか。
あなたがそれを望むなら、私はこの命をかけましょう。力が欲しいか？力が欲しい。私に、奴らを狩る力を！いいだろう。これが君たちの新しい力だ！ケン・アインス、キリン・ゼクス、それが君たちの力となるだろう。なんだか力が湧いてくるような気がする。ええ、私も戦いの覚悟を決める最後の一押しになるような不思議な心強さを感じるわ。アルファはこんな時でも難しい表現するんだね。その余裕はあいつにぶつけてちょうだい。覚悟は定まったようだね。これ以上の説明は不要だろう。さあ、行け！ええ！アルファ、今だ！ええ、とどめよ！これは大きな骨だね。回収回収っと。終わったのね。なんとかね。ゼータ、お疲れ様。アルファも、あー、体重い。疲労感はあっても怪我はないようだし、そろそろ元のチャンネルに切り替えよう。二人とも僕に捕まって。戻るよ。戻った？ええ、多分向こうの世界よりは人気があるような気がするわ。きついとは思わなかった。普通の喧嘩とは比べ物にならないや。普通は喧嘩なんてしないのよ。それにしてはよく動けてたよね。あんなに戦えるなんて本当にすごいよ。実は喧嘩慣れしてたりして？してないわよ。経験があればもっとうまく動けていたわ。ゼータがだいぶフォローしてくれたおかげでしょ。それにしても絶妙なコンビネーションだったね。私たちの相性ぴったりかも。今度アルファも喧嘩してみる？絶対嫌よ。ち、ワンチャンあるかなって思ったんだけどな。え？犬の話？ああ、今のは忘れて。改めてお疲れ様。武器も使いこなしていたし見事だったよ。まさかこれほどとは。だがまだ終わりではない。小さな原因だって山積みだし、もしかすると今回より巨大な悪霊が出現する可能性もある。今回の活躍を見て確信した。頼れるのは君たちしかいない。だからこれからも協力してほしい。いやよ。え？せめてもう少し仲間を増やしましょう。ああ、うん。敵は強大。戦力の底上げは必須ね。うんうん。あと活動拠点とそのための資金も。それは保証できないかも。いや、
よし、せっかく乗り気になってくれたんだ、人員は何とかしよう。あとはそうだな、人が増えるのであれば組織名がないと。組織名？どうせならかっこいいのがいいな。僕たちの組織の名はウッガーテン。あ、起きた？アルファがこんなところで居眠りしてるなんて珍しいね。疲れてたの？シド。そうだけど、なんでそんなに自信なさそうなの？あれ、もしかしてスライムで作った顔つけっぱなしにしてる？それとも髪型が変かな？いえ、そんなことないわ。なんだかとても長い夢を見ていた気がして、ちょっとぼーっとしていたの。夢？どんな？覚えていないわ。まあ、夢って不思議だよね。起きたら何があったか覚えてないことが多いんだけど、なんとなく楽しかったなとかだけは覚えてたりしてさ。そうね、多分楽しくて不思議な夢だった気がするわ。また見れたらいいんだけど。